あれ？ガッちゃんどこ行った？あ、ここにいるよ。どこ？さあ、今回は内装編です。さあ、来てみてください。どうぞどうぞ。このオルビスユーロのバンクベッドはとても大きいのが特徴です。スノコを入れてマットレスを入れて普段使っていますが、全くない状態ですとかなり高く、175センチの僕でも中腰になれます。寝るときはこのようにマットレスと布団がくるので少し窮屈にはなりますが、十分2人とも入って寝れる広さですね。テレビ台には当然のことながらテレビ、掃除機兼空気清浄機、そして裏側のコンセントには 100V のコンセントと 12V のシガーソケットが2つついています。それとサイドにはエントランスへの転落防止板と、そこから紐やウエス、また奥にいろいろな説明書とかもあります。こちらには見ての分かる通り、上のところに家庭用のエアコンがついています。もちろん冷房暖房両方使いますね。それと真ん中のところにバッテリーの残量計が左側、真ん中に発電機の操作、右側の黒いのがインバータの操作するパネルになっています。それと右側に黒いものがありますが、これはカーテンです。閉じるとほらこんな感じになっています。寝るとき以外はここが僕たちの生活空間になっています。普段は使っていませんが、ここもベッド展開ができます。ちょっとやってみましょう。それではベッド展開開始です。テーブルをしまってソファーをずらして作っていきます。さあ、ここでやっと横になれますが、これ二人寝れるね。いけるね。え、ちょっと狭、うん、え、そう。ソファーの下の空いた空間にはいろいろなものがあります。ソファーを外すとこのように板になっています。この板を外すと、まず左側には黄色いバッテリー、サブバッテリーですね、こちらがあります。次は隣の板を外してみましょう。すると今度左側には黒いボックスがあります。こちらはインバーターですね。その次は走行ヒーターという黒いものもあります。銀色のものは、こちらは温水タンクですね。一番端っこ、いわゆる奥になるものについては FF ヒーター、これはかなりあったかいですね。助かります。ソファーの下にもいろいろな操作盤もあります。この一番左にはサブバッテリーが入っています。その右には温水タンクの温度設定ができるつまみがあります。その右、 FF ヒーターの温度を調整するつまみ、一番右は走行ヒーター、走っている時にだけあったかいのが出る走行ヒーターの設定するつまみがあります。その下、四角いのが走行ヒーターの吹き出し口、暖かいのが出ます。走行ヒーターの隣には FF ヒーターの吹き出し口があります。マガジンラック、こちらはちょうど窓の下ですね。それと反対側にはコンセント、
こちらもついています。それでは反対側のソファーはどうでしょうか。こちらには清水タンクがあります。かなり大きいタイプですね。ちょうど脇にはシートベルトもついていますので、もちろん走行中に座るときにはシートベルトをつけますよ。床下収納というのもあります。初めて知ったときには結構驚きました。今はこういうお酒とか、あとお米というのも入れています。こちらキッチンになります。シンク、リファール、電子レンジ、その他調理器具、調味料の収納をしています。シンクの真上の収納は結構大容量で、中はこんな感じになっています。ラップとかゴミ袋、コーヒーなんかが入っています。シンクの下の収納になります。食器は全部で7個、 IH やカップなどここに入ってます。その上はお箸などの小物が入っています。こちら冷蔵庫です。冷気が逃げないようにカーテンを作ってみました。一人暮らし用よりは大きく、三人暮らし用よりは小さいような容量で、ちゃんと冷凍庫もあります。こちらリアベッドになります。私が一人で膝立ちしてこんだけ高さがあります。リアベッドは基本的に物置になっています。リアベッドの窓もちゃんとあって日がしっかりと入ります。服がかけてあったり、炊飯器、それから水が置いてあります。リアベッドに収納があります。ちょっとした隙間があってこんな感じで、防災用の水入れがあります。こちらリアベッドの一番大きい収納になります。基本的にこちらトイレ用品が入っています。トイレ用品、洗剤、ランタン、そしておむつが入っています。リアベッドの下には緊急用にトイレ用品がちょっと多めに出してあります。普段ここには服を入れているストッカーが2段重ねになって置いてあります。今はリアベッドで寝る撮影をするためにどかしていますが、実際に寝るとこんな感じ。身長175センチのガッチャンが寝てもこれぐらいの余裕はあります。こちら我が家の本丸、マルチルームです。この中はシャワールーム、トイレ両方あります。家にある洋式のトイレと変わりません。シャワーもあって、こちらは換気扇になります。換気扇を開けるとこれだけ明るくなります。では早速入ってみましょう。ちなみに床に敷いてあるすのこは普段シャワーを使っているので、万が一水が残ってしまった時、靴下が濡れないように敷いてあります。そして鍵はこのように閉めます。実際に便座を座るとこのような感じになります。実はすのこには2つの意味があって、私むっちゃんの足が短くて座ると足が届かないんですね。なので底上げのために引いている意味もあります。トイレットペーパーは突っ張り棒と吸盤のついているこれで簡単に取り外しできるようになっています。シャワーの時はもちろん取り外します。そしてこちら黒い袋ですが、こちら使ったトイレットペーパーを入れています。ブラックタンクにトイレットペーパーを流してしまうと掃除をするのが大変なので、このように燃えるゴミとして処理するようにしました。リンス液という洗浄液が流れています。
便器を洗浄するのですが、それとは別に掃除を1週間に1回ほどしています。ベンチレーターを閉めていると少し暗いです。ベンチレーターを開けているとこれだけ明るくなります。やはり腎臓に病気がある私はトイレが欠かせないので、このトイレの存在は本当に助かっています。ということでトイレ紹介でした。それでは皆さん、おやすみなさーい。でもこれ撮影昼間なんだよね、うん、でも眠くなってきちゃった。いや、これになるとダメだね。ちょっと本当寝よう。おやすみなさい。